それではお待たせしました。番組後半特別企画に参りましょう。ロシア軍によるウクライナ侵攻が開始されて1ヶ月半が経過しようとしているところですが、連日報道されるウクライナ関連の報道の陰に隠れて決して見落とされてはならない、油断してはならないのがこちらでございます。どうぞ。ウクライナ侵攻の陰で虎視眈々と忘れちゃいけない中国の脅威と題してお届けしてまいりましょう。本日ご登場の江崎道夫さんが金々警鐘を鳴らされていますが、こちらです、どうぞ。はい。日本に対する中国の脅威はウクライナ侵攻以前よりも悪化している、はい、増しているということですか。はい、江崎さん、具体的にどういう点でしょう。これですね、第二次安倍政権からですね、やっぱり中国に対してどうするのかということで、はい、実は日米同盟を強化する、はい、あとクアッドといって、日米豪印ですね、4カ国の連携を強化する、まあ、はい、オーストラリアはもう純粋的には準軍事同盟化している、からあと欧州、まあ、イギリスのクイーンエリザベスで空母がやってきたりとか、はい、フランス、ドイツの軍艦もやってきたりとか、そういう形で日米同盟、クアッド、欧州を巻き込んだ総力戦で中国対峙のですね、ネットワークを作ってきたわけですが、この戦略に陰りが見えてきてるんですよ。陰り、やっぱりこのね、やっぱり戦略的な環境が悪化してきてるのが非常に極めて問題だと僕は思います。はい。そこで今回ですね、決して忘れてはならない、もう気を抜いてはならない中国の脅威を江崎道夫さんに徹底解説していただきますが、大高美樹さんにはですね、判定員として、臨時判定員として江崎さんがご指摘の中国の脅威度の高さをケースごとに判定の札を上げていただきたいと思います。脅威度はちなみにやや高、そして中高、そして本当にこれまずいぞやばいぞという場合は脅威度大高に、はい、まあ、たまたまね、あくまでたまたまでございます、こちらね、はい、このようになっておりますよ。はい。脅威度やや高、ね、中高、そして大高、はい、こちら3段階でご判断いただきたいと思います。面白いね、こそ泥みたいな変な動きしてますよね。はい、本当に、はい、そのさまざま変な動きを見せる某国、では早速参りましょう。中国の脅威がウクライナ侵攻以前よりも悪化している、増しているというのがご指摘ですが、その理由から、一つ目の理由はこちらです。バイデン大統領、情報戦のミス、ウクライナへの米軍派遣検討していない、これは昨年12月9日付の BBC、そして3月の一般教書演説でも中国、そしてインド太平洋についての言及がほとんどなかった。要はですね、はい、これ、まあ、小高さんもおっしゃってますけども、うん、バイデン大統領ですね、まあ、ウクライナに米軍を送らないとか、はい、いう言い方でこのロシア軍の侵略を容認助長するかのようなメッセージを送っているわけですね。あ、これはこれ以上の侵攻やジェノサイドは認めないというふうに言うべきであって、米軍派遣については言及しなくてよかったんですよ。だからわざわざ米軍を送らないなんていうことを言うべきではなかったし、3月の一般教書演説でもですね、バイデンは大統領は米軍は出動しないみたいなことを言う一方で、中国、インド太平洋にほとんど言及しなかったんですよ。もうあたかもこのウクライナ問題、ロシア問題に専念するとということと、気候変動とか、はい、そっちの格差是正とかアメリカね、が重要であるということで、中国、インド太平洋についてほとんど言及しない、これってですね、アメリカはもう中国と対峙するのはやめたという誤解されるような発言をしているわけです。これわざとなんとか、ね、要するに、ね、ミスなのかっていうのは僕は判断つきませんけども、どちらにしたって結構深刻だと思うんです。でやっぱりね、だから非常に、で幸いなことにですね、まあ、28日、まあ、3月28日にですね、アメリカの国防総省が、バイデン政権初の国家防衛戦略という、はい、まあ、ナショナルディフェンストラジティというのを出しているんですね、の概要を発表したんです、はい、ここではですね、対中抑止を最優先にすると、ロシアの問題よりも、ね、中国の脅威を最優先するという形で言って、ホワイトハウスはロシア、
のこと言っているけども、あの国防総省は中国が最優先課題だという形で、軍と政権の連携が取れてない、これはもう民主党政権いつもそうなんですけどね、いう意味では軍はまだまとも、まあ、まだまとも見るべきところを見てる、まあ、まとも、はい、だけどバイデンホワイトハウスがグダグダで変な方向でやっていて、このままだと、ね、中国はね、まあね、プーチンと同じで、あ、これならちょっかい出してもいいのかなってアジア太平洋で、いう誤解を招くようなことをやってる、これ結構まずいと思いません？思います、本当に。大高判定員いかがですか？真ん中かな、真ん中、真ん中、真ん中。だってね、これアメリカはこのロシアが侵攻する前から、あのロシアはね、ウクライナに侵攻するって散々言ってたわけでしょ、ある意味焚きつけるかのようにね、本当、無責任ですよ。それで派兵しないとか言ったりですね、でも歴史振り返れば、もう前も言ったけど朝鮮半島、あの朝鮮戦争ね、アチソンライン引いてね、はいはい、でアメリカの防衛ラインは台湾と南朝鮮を含まないって言って、北朝鮮がゴーサインで、じゃあ何かしようって言って降りてきた歴史がある。で湾岸戦争の時だって、わざわざサダム・フセインに紛争、イラクに侵攻する数日前ですよ、アメリカの大使がね、サダム・フセインにアメリカは、イラクとそのクウェートの国境線に興味がないって言ってるわけです。だから全部ゴーサイン出してやらしておいてから行って、でまあ挙句の果ての大量破壊兵器も嘘だったと、なんだ石油強奪のためだったじゃんって今になってわかるけれども、もうこういったね、なんか白々しいですね、サインとその仕組みっていうのをいい加減世界の人気づいてますよね。でもまあこれ、まあアメリカの批判もともかくですね、これ中国ですよ問題は、とにかく、ろくでもない動きをしてますよね。次出てくる、はい、国防総省でそういうズレがね、はい、続いて2つ目の理由はこちらです。欧州勢もウクライナ情勢に目を向けざるを得ない、中国に対峙するのは日本、オーストラリア、そして台湾ぐらいとありますが、江崎さん、要はこれですね、だから日本はイギリス、フランス、ドイツも引っ込んで対中ネットワークを作ろうとしてきたんですけども、イギリスもフランスもドイツも、はい、もうロシア対応で精一杯ですよね。あっちで忙しくなる、まあ、あっちの方のエネルギーで精一杯、そう、北京はしてやったり、いやもう本当してやったり、だから、このだからあの、ね、ヨーロッパ引っ込んで、とりわけ日英同盟じゃないけども、イギリスを引っ込んで対応しようとしてたのに、中国と対峙するのは今はですね、日本とオーストラリアと台湾ぐらい、だからもう、ね、岸田総理慌ててインドに訪問して、あのクアッド強化を図るとか、いうことをやらざるを得ないぐらい、非常にこう危ない状況に戦略環境が急速に悪化してて、いやだから僕何度も言うんですけど、いやウクライナ問題は僕大事だし、ウクライナ問題にきちんとね、欧米と協調して対応することは大事だと僕は思ってるけども、あの我が日本を取り巻く戦略的環境が悪化していることに対して、もう少しちゃんと目を向けてくださいよと、はい、岸田さんいい動きされました、今回、だから よくインドに行って、ね、はい、中国が台湾とか尖閣、沖縄に出てきた時は、インドから中国のお尻に噛みついてもらうっていう戦法がありますよね。そうなんです、だからインドというのはもちろんあそこはね、非同盟中立ではあるけども、中印国境でね、こう紛争の中でやっているし、長年、あのインドは別に中国の味方をする気はないので、あのだからそういう意味では、あのインドと連携していくこと、もしくはオーストラリアとの連携を強化をしながら、この中国対峙網を作っていかないといけないし、台湾側だってこれ本当に気が気じゃないと思いますよ、あのだってアメリカがですよ、だってウクライナってバイデン政権がもうあっちばっかり目見てて、あいやね、対中国見てない状況だっていうのは、いやだからね、ちょっと俺たち忘れないでよって感じ。だからペンタゴンがね、本当にだからペンタゴン国防総省がね、こうやってきちんとしたで ペーパーを出した、はい、からまだ良かったけど、結構これまずいと思いますね、ギリギリのね、はい、あの本当にこの2つ目は大高判定員、いかが、どの札を挙げられるでしょうか、
これかな。中高、はい、驚異の中高です、はい。さらにですね、江崎さん、こういった継承も鳴らされております。続いてがこちら、どうぞ。日本は中国に比べて情報戦でかなりの遅れを取っている。日本には番組前半でもね触れられた話題ですが、対外インテリジェンスの専門機関が存在しない、予算も人材も圧倒的に足りないとありますが、江崎さん改めまして。これね、だからね、前半でも言ったように、いや僕このね、ロシア中国対欧米で、はい、このウクライナ問題に関してですよ、この、まあお互いに報道合戦やっているわけじゃないですか、はい、いう中で、まあ、日本としては、ね、まあ、自由主義陣営だから、欧米側の方を、ね、まあ、連携するのは当然ではあるんだけど、はい、欧米側 の、 このやってることが、情報が本当に正しいかどうかの裏取りを日本はするためにはですね、対外インテリジェンス機関が必要なわけですが、それがないんですよ、日本はアメリカの CIA とか米軍の情報部のような外国で情報収集活動に対外インテリジェンス機関がない、日本にもですね、誤解ないように言うけど、公安調査庁とか外事警察とか自衛隊情報本部とかですね、インテリジェンス機関はあるんです。で実はこのインテリジェンス機関のですね、人たちとの非公式 の、 この飯食い会というのがあって、大高さんと僕同じメンバーで、ね、その会合でよく、コロナ前はよく一緒になって、まあ、飯食い会一緒にいた、いた関係で、だからそういう人たちいるはあるんです、あるんだけど、その活動は国内に限定されてしまっていて、でなおかつ圧倒的に人員とか予算が足りないんですよ、どうしてもね。これも予算人材が圧倒的に足りない、もう話にならないぐらい足りない、まあ後で出てきますけど、はい、バカみたいなところに税金浪費して、こういう大事なところに、だからね、結局欧米にね追従、まあ、するしかないですけれども、まあ、欧米の言ってることを裏取りができるようにならない。まあもちろんですね、第二次安倍政権になって NATO と軍事機密協定を結んだんですね、で結んだことによって、今まではアメリカ軍、アメリカ政府の情報しかもらえなかったわけですよ、NATO、 まあ、NATO も別にアメリカなんだけど、NATO っていうのは結局他の国も入ってるから、必ずしもアメリカ一辺倒じゃないわけですよ、であとイギリス側とも連携しているっていうことで、アメリカ側も昔みたいに露骨に日本を騙す情報を流せなくなってるんですよね。だってアメリカの言って、アメリカが言ってることを NATO やイギリス側の情報で、ダブルチェックできるようになってきてるので、そういう意味では多角的に情報を他の国と取れるようになった、特定機密保護で、いう意味ではまだマシなんだけど、でもそれでもね、自前でチェックできる能力がなければ、だから本当に自前でチェックできる能力を持ちましょうよっていう話ですよ、本当に、欧米なんて日本の100倍もねぐらいはね、もう本当したたかでね、ここに追従してるだけだと日本は貧乏くじ引かされかねない、まあ、サハリンは幸い撤退しない方向性でいったからいいけれども、これだって非常に難しい舵取りを今後ロシアとの関係性で強いられているわけですよね、で本当にこのエネルギー危機って言われる中でね、サウジアラビア湾岸諸国が石油を増産しないと、でしかもサウジはトランプ政権と違って今バイデン政権になって人民元取引にするっていう脅しまでかけてるわけですよ、これ最悪の事態ですよ、そういったエネルギー危機に対してもだから西側とだけの連携で日本が生き延びれるなら、得をするならまだしも、これ変にね、その貧乏くじ引かされかねないことになったら、こんな馬鹿らしい話はないですよね。だから対外情報機関が必要で、で少なくともこの、イラン・イラクの問題に関して言うと、やっぱり欧米ってですね、どうしてもキリスト教の国なので、イスラムに対して偏見があるんですよ。どっか根っこの部分で、根っこの偏見があって、やっぱりその辺のところの情報分析っていうのはバイアスがかかるんですね、で向こう側もこのイラン・イラク側もそれ分かっているので、やっぱりどうしてもね、このうまくいかないんですね、だその感激を抜いて、それともイラン・イラクに関しては欧米よりも向こう側の状況を
的確に把握できる能力っていうのを持っている人たちが外務省防衛省の中に属人的にいるんです、属人的組織じゃなくて、個々の能力としてそういうことを持っている人が一定数いるんです、でその人たちはやっぱり欧米である程度この敬意を持たれている、だから日本もあのそれなりに優秀な人はいるんですよ、でもそれを組織としてやってないから個人の努力に任されてしまってるっていうことが僕は歯がゆいなと思ってますね。もったいないですよ。もったいないし、その HCA というのがこの何ていうか組織的に継承されていかないので、はい、そのね無念さがありますよね。そして大高さんがあの非常に危惧を抱いているのが大学間交流協定についてというふうに伺いましたけども、大学中国のいわゆるその国防7校ですか、と大学間交流協定というこの点についてもちょっとね触れてまいりたいと思いますが、それがこちらですね。これは自民党の永尾隆前衆議院議員の永尾さんのご著書で、こちらですか、えらいタイトルですね、永田町中国代理人、ステッカー作った方がいいんじゃないかと、はっつけて歩かなきゃいけない人いっぱいいますでしょ、永尾さんの目から見てこう呼ばざるを得ないような人種がかなりの数、かなりこれ永田町だけじゃないですよ、学会大学ね、いろんな分野にいますから、はいはい、それがこれなんですね。一番その懸念される材料として国防7校といわれる教育機関と大学間交流協定を結んでいる日本でね、ちなみに日本にいる外国人留学生の数が312,214人、そのうち中国は1位で12万人を超える、2位がベトナム73,000人ですから5万人以上の差をつけて中国が圧倒的に1位と。で永尾さんのご著書の本文からです。いかに中国からの留学生が多いのかが理解できます。私はこの問題について国会議員として初めて内閣委員会で追及しました。驚いたことに日本の国公立私立大学計52校が中国人民解放軍と関係が深く軍事関連技術研究を行う国防7校と大学間交流協定を結んでおり、うち9校は共同研究の実績があることが分かり政府もこれを認めたのです。その中国の国防7校とはここに挙げられておりますが、北京航空航天大学、北京理工大学、ハルピン工業大学、ハルピン航天大学、さらには南京航空航天大学、南京理工大学、そして西北工業大学ということになるわけですね。この国防7校はちなみに教育機関というよりも中国政府及び中国人民解放軍と完全に一体化した軍事機関であり研究機関なのですと。はあ、はあ、これも問題、大問題ですよね、でね、江崎さんのこちらの本でね、私もいろいろ勉強になったんですけども、ありがとうございます、この、まあ、科研費とかも含めて膨大な、ただ文献にね、すごい出ていて、で特に大事だなと思ったのが、科学技術予算を増やす必要があるけれども、この軍事に連動するためには科学技術予算は文科省ではなく防衛省の管轄としなければならない、そうなんです。あの安倍総理の、ね、側近だった金原さんなんかも一生懸命言っているんですが、文科省が科研費用も含めて全部統括しているんですが、文科省って安全保障という観点がゼロなんです。だからやっぱりこのね、あのやっぱりこのでインテリジェンス機関がないし、防衛省ならインテリジェンス機関持ってるし、中国人民解放軍の脅威も分かってるわけですよ、だからそういう脅威が分かっているところが、この大学の予算や科学技術予算を統括するべきだっていうのを、安倍政権の下で の、 あの金原さんという内閣官房長官補、国家安全保障局の次長をやってた人ですね、なんか一生懸命言っているのはそういう意味なんですね。でもう一つ、これこの外国人留学生の問題ってですね、これなんでこういう問題が放置されているのかっていうとですね、これもあの要するに文科省が、ね、この留学生の問題を所管しているわけです、だけど、あのアメリカの場合はですね、テロの防止、国境の警備管理、出入国管理から税関業務、サイバー、防災全部統括して国土安全保障省というのができてて、そこが全体の統括をして、要するに国土
あの国家 の、ね、あのメインランド、アメリカ本国をどう守るのかっていうことを一生懸命考える、でその中でスパイの取り締まりとかも統括的にやるっていうことで、教育省なんかに丸投げするなんてバカなことやってないんですよ。でそういう国土安全保障省にあたる専門書っていうのがちゃんとあってアメリカでやっている、でも日本は文科省に丸投げ、で文科省はだから安全保障の観点がないからこういうことをチェックする能力がない、という問題があるわけです、だからこのだから要はあのだからこの科学技術予算とかなんとかに関して防衛省サイドに移す予算のね、いうふうにしていってこういう問題に関してもうあのきちんとね軍事安全保障の観点からチェックできる仕組みに変えなきゃいけないんだけど、なかなかあの文科省利権は強くて、で今何やってるかっていうと岸田政権の下で経済安保法できてるんですね、この経済安全保障推進法っていう法律今国会で審議されてますけど、あれは何を意味してるのかっていうと、まあ、この本でも書いたんですが、文科省にも安全保障を観点にした上で予算執行をしなきゃいけないっていう枠組みをかける法律なんです、だから経済安保安全保障を文科省も考えろ、でなおかつ文科省はこの問題を使いながら、入国管理、要するにあ の部門と一緒になって、この少なくとも産業スパイとか犯罪歴あるこの、ね、外国人留学生をはねのけることができる、事前にね、いう仕組みを作ろうということを今やってます。いやこんな提携なんかしてる場合じゃない、提携してる場合じゃないんだけど、その提携するのをきちんと言う、でもほらこれ大高さん分かるように文科省と外務防衛省だと文科省の上なんですよ。バカみたい、文科省はもう本当ろくでも、ね、どんなのあの学術会議軍事を研究しちゃいけないって、もうそんなのはもうそこいらないんですよ今このご時世に。だからやっぱ軍事安全保障っていうのを全ての省庁は経済の安全考えなきゃいけないっていうことでやると、で関連してこの国土安全保障省っていうのはですね、日本あのこの日本あのアメリカが攻撃された時国民を保護するのもこの国土安全保障省がやるんですけど、日本はですねなんと日本が攻撃を受けた時国民を保護する役割は地方自治体なんです、地方自治体に丸投げなんです。で防衛省じゃないんですか。防衛省はあの相手が攻めてくるのに対応するので、だってたった20万しかいないんだもん、地方自治体。だから日本が攻められた時に国民を保護するのは地方自治体の役割だというのが国民保護法という法律で明記されているんです。それはだって他の国はですね、民あの要するにアメリカで言えば州軍とか、要するにあの、要するにまああのあのまああのねあのあの自衛隊と一緒になっていくね、あのこのあのまあ民兵みたいなものを作ってであのやるようにするんですけども、そういう仕組みは日本にないじゃないですか。いう中で地方自治体が日本が攻められた時にねあの国民を守る役割になっている。えなきさん、私地方自治体の秘密兵器発見しました。おお、何でしょう。ちょっと映してください。映りますか。これはこれ看板ですよ、ね、看板で日本守れますかね。もう本当にアホちゃうかしら。これ全国にこんなのやってますでしょ。これ1970年代の反核運動の時なんですよね。そう、あのまああれソ連のね、プロパガンダに乗ったわけですけど、そうですよね、もう地方自治体どうしようもないですよ、まあ、ちょっと話それちゃって、アイヌとかもこういう国家分断工作なのに、もう全国で今アイヌの地名にかこつけて、神奈川カモイだったかな、これカムイなんかアイヌの地名だとかわけわかんないこじつけて看板作ってね、もう予算が有り余っちゃって100億以上のお金がアイヌ関連で投入されてるから、そんな動きもめちゃくちゃですよ。そうですか、はい、大高判定員改めてここまでの流れ、こっちになってもだんだん大高出ました。ついに脅威度大高表情が変わりました。本当ね、だから地方自治体も僕は深刻だと思いますよ。だっていざという時に国民を守るのは地方自治体と法律になっている、それはやっぱり自衛隊が人数足りないからなんですよ、だって、ロシア軍って90万いるんですよ、あの日本のね、だって GDP の半分以下なのに。いやはその繰り返し江田さんご指摘の、だからやっぱりね、だから自衛隊の人数を増やしてい
って、うん、あとやっぱ予備役とかなんとかに対してもきちんとお金を払って、もっと増やすっていうことをしていかないと、うん、これ本当まずいと思いますよね。本当軍事に思考停止ですよね、うん、予算と人員という点についてね、着目すると改めてこういう数字が浮き彫りになるそうなんですが、もう喫緊のね、問題として浮かび上がっているサイバー安全保障向けの予算約880億円、2020年度概算要求段階とありますが、これがアメリカの場合になりますと国防総省だけで約1兆円、96億ドル、桁がね、もう全然話にならない、はい、一目瞭然ですね、はい、そして、これもね産声を上げたばかりですが、日本の宇宙作戦軍120人規模ですが、アメリカの新設されたやはり宇宙軍になりますと1万6000人規模。これあれですよね、ウクライナの時にやっぱり通信、やっぱりこの、要するに携帯電話とかですね、はい、通信がやっぱり重要で、ロシア軍の位置とかもね、リアルタイムに NATO、アメリカ軍と通信によってね、情報共有してたわけですから、通信って何かって偵察衛星で、衛星なんですよ、衛星回線なんですよ、だからその衛星を守るために中国の衛星破壊法兵器からやっぱ宇宙軍っていうのは必要なわけですよ、だからそれしなければ偵察衛星とかなんか全部やられたらもうこれどうにもならないわけですから。でそれで本当一応ね弁護すると最初できた時は20人だったんですよ、これが岸田政権になって120人になった、まあ、だから 6倍になったと言えば6倍になったんだけど、アメリカの宇宙軍は1万6000人ですから、もう中国だってすごいでしょ。中国は多分この1万6000人と言わないと言われてますね、であと予算のことに関してもこれ下の方ですね、これインテリジェンス組織の予算総額が、331億円、アメリカの場合が 8.7 兆円、日本はアメリカのほぼ1/300。そうです、はあ、はあ、もうねだから寒い現実が、もうねこの間もあの某省のこのねインテリジェンスの担当者と話をしてましたけど、もう予算が本当にないんですよ、でやっぱりアメリカの外国に赴任してですよ、外国で一応このまあ、情報提供者を作るわけですよ、作るんですね、はい、作っても、3年で結局みんな交代でしょ、すぐ本国に呼び戻されて、せっかく人脈作ったってその後続かないわけですよ、根付かない でもそれ続くためには、ね、定期的にその国に行かないといけないんだけど、その国に行くためにだからそいつは何やってるかっていうと、自分で休暇取って自腹でそこに行ってるわけですよ、はあはあ、でもそういうバカなことを、ね、だからなんかもうアイヌとかバカなことにお金使う気があるなら、そういうことにお金を僕は使うべきなのに、やっぱそれやってないで、一方中国はですね、サイバー戦や宇宙戦を改めて戦略支援部隊っていうのができてて、これってですね、このアメリカの FBI、CIA、ペンタゴンの情報を3つ合わせた組織だと言われてるんですよ、で多分だから日本の約300倍が予算、戦略支援部隊、もう化け物みたいなものを持ってる、だからこれ本当ね予算の使い道間違ってますよ、でいや僕ねだから本当にねいやね欧米追従はダメだって言うなら、日本は日本独自の対外情報機関を作るために予算を賛成してもらいたいんですよね僕、本当にだからこそですよね、いやだからこそこれインテリジェンス機関が必要だって僕何度も何度も言ってるんだけど、なかなかこれの意味が理解してもらえなくて、一応でも一方で防衛省がその新設したポストもあるんですよね、防衛省なんかでもだから、防衛省サイドはですね、だからこれに対して一応ですね、このフェイクニュースを分析するグローバル戦略情報官というポスターを作ったと、これを米防衛政策調査官という、防衛政策というのは防衛政策、要するに文字通り我が国の防衛政策全体を考えるところの部門のところにフェイクニュースというのをやって、このサイバーとかフェイクニュースとかそういうこのね戦略支援部隊に対抗することの専門のね調査官をようやく作った、でもようやく作ったけど多分数名程度、もうなんかね、もうだから戦前もそうだけど、
もう原爆に対してですよ、竹槍で立ち向かうみたいなことをやらせるなよって、これね、やる気は、だって、いや、大高さんね、だから、あのね、やる気ある人いっぱいいるじゃないですか。いるんで、優秀な方いるんですよ。ね、あの外事にも防衛省にも外務省にも優秀な人いるんですよ。あとね、民間人でも在外邦人で優秀な方いっぱいいますよ、商社にしても情報を持っていて、でそういった人たちの人材活用っていうのは私はイスラエルに学ぶことが多いと思っていて、やっぱり国家存亡の危機に常にあるイスラエルって、民間人であっても外国に出たらイスラエルの祖国防衛のためにどんな安全保障の状況を提供するかっていうのを常に意識して国に挙げているっていう、そのシステムができているわけじゃないですか。で、優秀な人はモサドとかに抜擢されたりするらしいですけれども、それもなぜそういうことができるのかっていうと、生まれた時から本当の、平和が欲しければ戦争の準備を怠るなと教え込まれて、自国の歴史も教え込まれて、国を失ったらどんな悲惨なことになるかっていうことも教え込まれて、でしっかりとした国家観を背負いながら外国になんていう離散してるから、それなりの動きをするんですよ。でも日本の場合はもう文科省がこんなおかしな状況になっていて、日本の教科書まで近隣諸国条項だとか言ってね、諸外国にはあのなんかあれに配慮してなんて、日本の本当の自国の歴史を子どもたちに教えてないから、国家間ですら背骨すらできない状況の中での延長線に全部この集約されると思うんですけれども、今本当に戦後体制の見直しで骨組みを作っていくにも大事なんですよね。大事だと思います。本当にね、絶好のチャンスですよ。そう、本当にここまで大高判定ライン、はい、ずっとこれだ、ずっともうずっと脅威と大高ですか。大高さんが大高頭につけたのかな。ここでですね、経済安全保障の分野では日本はもちろんアメリカをもね、しのぐ勢いの中国、こんな重要なキーワードがあまり注目されていないということなんですが、それがこちらです。相対的国家安全観とありますけれども、これは江崎さん、これね、この本でも書いたんですがね、はい、中国って経済安全保障でどう考えているのかというとですね、中国共産党による一党独裁を守ることが国家の安全を守ること、イコール、はい、だから中国共産党の一党独裁を守るために、外交も経済も通商も内政も全ての政策を決めるというのが相対的国家安全観という考え、この中国共産党の独特の考え方、この考え方に基づいて、香港民主化の弾圧も、ウイグルの人権弾圧も、先端技術からの盗みも全て正当化されると、という、こう恐ろしいですね、考え方を中国共産党は持っているんですよ。で、だからその辺のね、この、なんていうかな、だから本当にね、中国違う国なので、もう全く違う国なので、はい、本当泥棒の論理を堂々とね、中国の基準にしてるから、いい象徴的な例があるんですよ、有名な、はい、ほら大阪総領事のコラム、ちょっと紹介します。こちら、はい、日本国際貿易促進協会発行の国際貿易という雑誌ですね、ここに節健さんという中国、中大阪総領事の方がコラムを寄せているそうです。日本の反中勢力は頻繁に中国脅威論を唱え、欧米諸国とともに中国の封じ込めに乗り出している、台湾有事は日本有事と公言したり、中国の内政に干渉するいわゆる人権議案を可決したりするなど、中日関係の雰囲気を害している。中国は2000年以上も前から隣国日本と付き合ってきたが、一度も日本に危害を与えたことはない。よく言うよって思いません？よく言うよですよ、ね、本当によく言うよですよ。これが中国の領事の言うことなんですよ、すごいですよ。それどころか長い間文化の母国として日本に恩恵をもたらした。サミュエル・ハンティントンの本読みなさいっていうことですよ。いいこと言います。その通り、日本は文明が違うんだ、大陸とは、50年前、中国は日本軍国主義に侵略された苦難の歴史を乗り越え、平和と友好のために最大限の誠意を示し、日本側とともに国交正常化を実現させた。おっしゃいましたね、抜け抜けと、抜け抜けと、でね、これ載ってるのここね、この新聞ですよ、ここ中国領事の、でびっくりするのはここですよ、上見てください、この、習主席来日、早期に実現を、そう、
日本正気ですか国際貿易、うん、なんだっけ促進協会顧問ね。まだ言ってるんですか、こんなこと。言ってるんですよ。頭きてね、この藤野さんね、台湾問題は日本は深入りすべきでないとかね、尖閣はお互いに十分に話し合い解決の方策を検討すべき、これこそ外交の出番で何言って、まあ、突っ込みどころいっぱいあるんですよ、うん、時間の関係で、はい、もうこういうスポークスマンがね、財界人にもいるし学者にもいるし、いくらでもね、ねえ、もう本当に困ったもんですよ。あのアメリカはそれがうまくてですね、この技術開発予算、ペンタゴンが約10兆円握ってるんです、はい、10兆円です、で10兆円握ってて、ペンタゴンの仕事をそれでやらせるわけです。でペンタゴンの仕事を10兆円やらせるでしょ、するとペンタゴンの意向を無視して、はい、いろんなことしなくなるんです経済界。そういう形で利益、中国が利益を持って経済界を取り込みをするならば、ね、アメリカも国防総省が利益を持って日本のアメリカの経済界を、ね、アメリカの国益にね従うようにすると。だって経済界っていうのは利益だから、だからね、利益をもう求める人間に経済ね、もうダメだってもしょうがないので、利益には利益をですよ。だそういう意味でも文科省にあの、ね、約5兆円ぐらいのね、この科学予算を持ってるんだけど、あんなの取り上げて防衛省に上げた方がよっぽどいいですよ。でそれをね、とにかく安倍政権のね、あの側近だった金原さん一生懸命言ってるわけですよ。そうですね、だから多分まあ安倍総理の意向もあるんだろうけど、だからそういう声にもう少し注目をして、やっぱりこの予算の組み替えですよね。ね、でもね、経済利益って言ったってね、うん、あれ江崎さんのようなね、うん、経済界の人バカじゃないかと思ったことがあってね、うん、2017年に国家情報法を制定し、うん、いかなる組織個人も国の情報活力に協力する義務を有する、たとえ外国で企業であっても中国に進出していれば中国政府に知的財産や個人情報を提供するといったことを義務化している。全部泥棒に取られるの分かって、そう何が経済だからそういうあのことに対して、はい、アメリカ側は、だからトランプ大統領偉いのは、こういう ふざけた法律をアメリカの企業に適用するなって言って習近平をねじ込んでたわけですよ、やっぱりね、やっぱトランプさんね、偉いですよ、本当に本当は偉いですよ。だからその辺の ねじ込み方をだ日本側はしないんだよね、ただ追従してるだけでも、でこういう国家情報法のことに関しても防衛省は一生懸命研究してるんだけど、あの文科省とか全然それを研究する職セクションもなかったんだ、ひどいね。で、反日に使われるような情報ばっか学者にね、家計に絡まれて、文科省なくしていいんじゃないかと思ってる。本当ですよ、解体してもいいぐらい、そして中国に関する重要なもう一つのキーワードがこちらです、中国標準2035チャイナスタンダードという文字が踊っておりますが、江崎さん、これはだから中国のですね、巨大の国内市場を利用して外国企業の対中依存を強めさせて、通信や技術に際する国際標準の形成を中国は主導する、要するに中国共産党が定めて企画に基づいて世界各国はものづくりをしていけって、だからグローバルスタンダードに変わってチャイナスタンダードにしろっていうことを中国が狙ってるわけですよ。いやだからあのね、いやもうね、このチャイナスタンダードに対して、いやもう絶対僕は対抗すべきだと思いますけど、いやあのね、グローバルスタ、ね、あのスタンダードダメだっていう人いっぱいいるんだけど、チャイナスタンダードに批判の人少ないでしょ、これ僕どうなってんだろうと思って、なんか EV の旗振り一方もね、こちらになんか道が敷かれてるような気がね、おかしいですよね。さあ最後に江崎さん、こうした脅威をさまざまにね、ちらつかせる中国、どのように向き合っていくべきか、ご提言いただきました、こうです。見方を減らせ、中国の見方を減らすです、はい、あの本当に、はい、あのインドはとかですね、オーストラリアもそうだし、やっぱり、まあ、今回スリランカなんかもひどい目にあってますけども、ああいう中国にひどい目になった国々を、あの、ね、中国に敵対するように、中国と他の国の分断工作をどんどん仕掛けるべきだし、まあ、今回ロシアへの金融制裁を通じてですよ、G7 主導でグローバルのサプライチェーンと金融の、ね、ネットワークを再編すべく動いてるわけですよ。そういう形で
ロシアと中国関係も分断し、ロシアを潰して中国の味方を減らすというような形で今 G7 主導で動いているわけだから、この動きというものをしていけば最終的にですね、そうなると中国の味方北朝鮮ぐらいになりますから絞られて絞られて、はい、だからそう、ただしですね、追い詰めるよ追い詰めるほど軍事行動に出てくる恐れがある、絶対そうなりますよ、だからその軍事行動に出る恐れがあるので、うん、やっぱりそれに対応するためにも核の問題も含めたことをやらなきゃいけないんだけど、残念なのはですね、このバイデン政権、防衛費を減らそうとしてるんです、これですね、報道ではですね、4% 増の、でも100兆円ぐらいにすると言ってるんですけど、インフレ率 7% だから実質減なんですよ。これは注意してみないといけないですね。だからあのね、あの 4% 増やしてるからね、バイデン政権国防費増やしてるんだと思うかもしれないけど、インフレ率 7.8% ぐらいなんですね、だから実質的には減なんです。なるほど、そういうことなんです、ね、だからそういう形であのバイデン側は、このペンタゴンがこの中国に立ち向かおうとしている動きを邪魔してるわけです、だからまあこういうのを見ると、だから繰り返すけど、だからバイデン政権っていうのは本当に信用ならんよねって、だからという意味ではこのまあペンタゴンも含めた人たちと連携しながら、やっぱりこのバイデン側に対してね、やっぱりでもお前ら国防費増やせって言うなら、まず我が国がちゃんとやらないとね、そうですね、人に何か注文つけるならね、バイデン側に言う以上は、日本側もね、国防費増やすっていうことをやって初めて言えるので、軍事こそね、海より始めるということ、ということだと僕は思いますよね。でそのためにも日本経済をしっかり、ね、立て直さなきゃいけないですよね、だからやっぱり減税措置とか規制改革とか、その通り、そこを やらないと日本が元気にならないし、でお金が増えればそれなりに、ね、動くことある、動けますよこれ、ちゃんと今やれば。だって1970年の時は国民負担率って 24%、今です 47% のとこですよ、もうですね、若い人たち稼いでも稼いでも半分ぐらい、税金と社会保障費とか何とかに取られていくんですよ。でじゃあ社会保障費取られていって、じゃあその、ね、若い人たちに恩恵があるのかって言ったら、大してないじゃないですか。そう、これじゃあ、若い人だって気の毒だし、若い人たちのことを考えれば、やっぱり社会保障費っていうの負担っていうのをやっぱり減らして、ね、もしくはあのね、35歳ぐらいまでは所得税をね、3分の1にするとかね、若い人たちに対する優遇、ね、減税優遇措置、思い切ってやらないと、ガソリン税だっておかしいし、あれ、20、30取るし、低速度をね、ね、もうだからその辺のところをね、やっぱりもっとこの国民の若い人たちにね、この、可処分所得といってね、手元に残るお金を増やす政策をやっぱしないと、ね、新しい資本主義とか言うなら、最後に大高さん、はい、もう今日もう最後に大高フィニッシュで上げていただきました、判定員お疲れ様でございました、はい、もうこれ読みましょう、もうすみません、やる方ないところなんですけども、ね、まだまだお話をお伺いして、はい、ここでエンディングのお時間を迎えてしまいました、恐れ入ります、改めて番組後半はですね、ロシアによるウクライナ侵攻のおかげで決して忘れてはならない中国の脅威について、お伝えしてまいりました。特集企画でした。改めまして本日水曜日の真相深入り虎ノ門ニュース、レギュラーコメンテーターをお願い申し上げましたのはおなじみジャーナリストの大高美希さん、そしてゲストコメンテーターとしておいでいただきましたのは、ご存知評論家の江崎道夫さんのお二方でした。本日も協力かつ濃密な解説を誠にありがとうございました。眠っている人材はもうね、はい、もう一人残らず活用を目指そうということで、ね、いるんだから本当にそうです、ね、もうただただ摂氏役割なんてことがないように、ありがとうございました。明日木曜日はじゃ